こんな感じで、これはもともと焼肉屋さんだったんですよね。その焼肉屋さんあっての今に至ると。でここ目の前にあるのがナンバープレートついてない廃車ですね。はい、ここね、もともとゴルフ場であって、で魚釣り禁止エリアです。ここはもともとこのゴルフ場の、なんかゴルフ場って打ちっぱなしのね、建物の跡地というか廃墟になったやつです。でちょっと行ってみましょう。ここはね、中国の中国地方のね、遊歩道になってて、一般も歩くことができるんですけども、昔はねこの辺打ちっぱなしのエリアでした。以前も何度か来たことあるんですけども、一応ここ釣り禁止なんですけども、なんか怪しい車がね止まってたりしてます。ちょっと ロープがないので入ってみようか。でもこれも不法投棄というか、置いてんだろうね。もともとはここの建物は、1階に受付があって、まあその、なんだろうな、なんか食堂みたいなのもね、あったらしいです。ショーケースの中に食べ物があって、で、まあ、目の前にコカ・コーラの看板があったりとか、ね、結構この、津山と岡山を結ぶ道の、横にあるので、当時は多分だいぶ栄えたんでしょうね。まあ、気軽に寄れる、まあ、打ちっぱなしだったのかもしれません。あ、タケノコね。あ、もしかしてタケノコ取りに来とったのかな。だから今この撮影のシーズンが本当にタケノコのシーズンなので、こうやって撮ってる人が、でも実際はちょっとあんまし良くない、撮るのは良くないんだよね。竹の終わりで、すごいね、数の、こんなね、掘って、あ、ここにも、ここもあるな。思ったのと違ったんかな。いや、なんでこんなに車止まっとんだろうなと思ったら、そういうことかな、釣りかなと思ったけど。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。